このサメ革自体を触ったことがない職人さんがほとんどで、1、2年ぐらいかけてサンプルを作ってとかやりましたね。メイドイン気仙沼に最後僕たち持っていくべきだなっていうのはあるんですね。まだ見たり触ったり認知されてない素材だと思うんですね。牛革にしてもやっぱり皮を取るためだけに育てられたりしてる牛とかもいるわけで、そういう環境を変えていきたい。もうそのきっかけは僕はサメだったらいいなと。全て無駄なく使われ、そのレザーが最高品質であり、牛に代わるトレンドになったらなと。もっとザラザラしてるイメージでしたね。ここまであの柔らかさがあると思ってなかったので、柔らかさに関してはすごく手触りもいいので、触り感とか粘り感とかはいい感じだと思いますね。僕たちの持つものって減っていくんだろうなっていうのを感じてまして、その世の中のトレンドに合わせたところで、お財布の形というのはもう何十年何百年と変わってきてないんですけども、少しここで進化のタイミングがあるのかなと。今回はミニマリスト向けのウォレット、パスウォレットという形での開発をしてますね。